海軍司令部号は沖縄戦において大日本帝国海軍の司令部として使用された防空号である。戦後は旧海軍司令部号としてその一部が一般に公開され、周辺は県によって海軍号公園として整備されている。沖縄県富城市と那覇市の市境に位置する。1944年太平洋戦争において 日本軍の配色が濃厚となり、戦線が南西諸島付近まで後退したため最前線となった沖縄の軍備が強化されることになった。沖縄における重要な軍事拠点の一つであった五六飛行場を守るための防空壕を建設することになり、飛行場を南東から見下ろす標高74メートルのカバン森、あるいは74高地と呼ばれる丘が選定された。 司令部号は1944年8月10日に着工されたが、本格的な工事は10月10日の10、19週以降に始められ、同年12月に完成した。海軍第226設営隊の約3000名が設営に当たり、ほとんどの工事は、ハ橋などを用いた手作業で行われた。オロク地区周辺にはこの他にも多数の防空号が、 建設され多くの住民が動員されたが、海軍司令部号は最高軍事機密であったため、民間人は近づくことも許されず工事は軍隊の手のみによって行われている。枝分かれした全長約450メートルの坑道といくつかの部屋からなり、砲撃に耐えられるよう重要な部屋はコンクリートや漆喰で補強されている。坑道の壁には建設時に ツルハシで削っていった跡が残されている。1945年1月20日、佐世保鎮守府から大田実海軍中将が沖縄方面根拠地帯司令官として赴任し現地の指揮を取ることになった。アメリカ軍による本格的な攻撃は3月23日頃から始まった。3月31日午前8時には、 那覇市の北西沖約 10km に浮かぶ上山島に上陸し、4月に入ると、島に設置された砲台や海上艦船からの攻撃も始まった。5月11日、大田司令官は、号内生活で注意すべき教訓を電報にて報告している。5月半ばになると、アメリカ軍は、那覇市街地に迫り、 首里付近に集結していた陸軍は5月22日に沖縄本島南端部への撤退を決め、オロク司令部号を守っていた海軍もこれに合流するため武器の一部を廃棄して5月26日から移動を開始したが、命令の行き違いがあり5月28日にオロク司令部号へ引き返している。6月に入ってアメリカ軍の攻撃が激しくなったため陸軍との合流は、 残念せざるを得なくなり、海軍は、司令部号付近に孤立する状況となった。6月4日午前5時、アメリカ軍は、オロク飛行場の北部に上陸し、司令部号のある、那覇市南西部を包囲した。大田司令官は6日夕方に、自制の区とともに、決別の電報を打って、自らの覚悟を伝え、同日夜には、沖縄県民各叩りの電報を打って、工事を託している。 方位が次第に狭められていく中で、号内に銃火器はほとんど残っておらず、不評による突撃で応戦するのが、精一杯の状況となった。11日午前7時、司令部号に集中攻撃が加えられた。同日夜には、司令部号からの最後の報告として、海軍根拠地帯が玉砕したとの電報が、発せられている。13日午前1時、大田司令官は、 自決を遂げ、おろく地区における組織的な戦闘は終結した。海軍威霊の塔と資料館外館。海軍威霊の塔。上の写真により、新しい写真。もともとあった金属の作害しに変わっている。1953年3月、戦争で生き残った元海軍部隊隊員が、司令部号跡を訪れた時、入り口は崩壊し構内には、 泥水が溜まっているありさまであった。号内からは、大田司令官をはじめとして800名以上の遺骨が収集された。1958年にはさらに1500名以上の遺骨が収集され、沖縄海誘拐によって海軍慰霊の塔が建立された。1970年3月1日、号内のうちの長さ300メートルの区域が復元され、 海軍司令部号として一般に公開されるようになったそして1972年には周辺の6.5ヘクタールが海軍号公園として整備されている沖縄県から東公園の運営管理を財団法人沖縄観光コンベンションビューローに委託している最近では近くに滑り台等の遊具が設置されており 地域住民の憩いの場として親しまれている。また高台に位置しているため、那覇市内などの夜景が見えるスポットである。海軍後公園に関するカテゴリー、ありがとうございます。